あと一発なんですけどね。くっ。お、マッギネス、ウェルカム、ようこそ我が天守閣へ。琉球旅行は楽しかったですか？ずっと行っていればよかったものを。しかし再び皆さんを旅行に招待します。行き先はもちろん地獄ですよー、言うと思った。さあ最終決戦です、マッギネス。痛い。傘、あー、か、傘に避けていかなければダメージを食らう。結構えげつなくないですか。攻撃チャンスがつかめないです。攻撃チャンスがつかめないです。攻撃チャンスがつかめないです。ギャフンです。へい、当たりますね。へい、ためじゃないと貫通しないのか。ピー、痛い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 、強い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 。ティー、もうお金がない。マッギネス強いですよ。般若大将軍とは違う。これ上行って攻撃できそうな予感があるんですけどね。ギャフン。お金がないからもうサブウェポンは使えない。さてダメージ覚悟で攻撃を食らわせましたが、痛い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 、やられるやられる。もう攻撃手段がない、攻撃手段がない、お金がない。ピー、でもパターン的にはそんなにないですね。いや、まあパターン的にはなくても脅威な攻撃ばっかなんですけど。へいへい、痛い。早く終わってくれないかな。 T T、 あれ意外に食らいます。くっ、体当たり。今の食らう必要なかったですね。くっ、いまいちこの傘に隠れて避けるの苦手ですね。体当たりいきます。ティー、強敵ですよマッギネス。くっ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 、体当たり。ミスった。半分ぐらいまではいけるんですけどね。見切った、見切ってない。ここは回避に徹する。徹してない、徹せてない。よし、体当たり。くう、
苦手です。当たる。やられた。切り返しの時の一瞬だけこう傘の下に入ればいい感あります。体当たりきます。くっ、常に傘の下に入る必要はない。体当たり、ここ大事です。あと一発、あと一発なんですけどね。くっ、よし。え、首取れましたけど、金の回復。はい、皆さんごきげんよう。私がマッギレスです。からくりだったってことですか。残念ですが、皆さんが倒したのは偽物です。本物の私は今からイカれた、いやイカしたメカに乗って皆さん方をいてこますです。イカしたメカ、さあおみつさん、あ、着てる、結局着せられてる。キャー、ごえもんさん助けてー。お、え、これはまさか、これはまさか。おみっちゃん意外にジャストフィットですけど。はっ、まさか見覚えがすごいあるんですけど、この首の動かし方はゴエモンインパクト。え、え、なんか来たんですけど。え、なんか来たんですけど。ちょっと、あの、なんか今ダメージ食らいました。あー、このあれか、なんか爆弾みたいなやつを跳ね返せば良いんですよ多分。でも真ん中付近で跳ね返さないとダメージになんなさそうな。おお、なんですかそのスーパーマーブル爆弾みたいな。しぶとい。お、パンチしてきますね、これ。いった。避け方全然わかんない。当たってない。真ん中付近でやっぱり。へい。あ、でも着実にダメージを与えられてる。でもあと一発食らったらやられますけどね。マッギネス城大天守。ここまで来たらね、最後まで。やっちゃいましょう。うん、コマンはやっぱ効かないですよね。てい。意外に、あれですね。コマンでこっちを狙ってくる照準自体は、精度自体はそんなに高くないんで、相手の弾に集中した方がいいかも。痛い。やばい、痛い。くっ、優先的にチャンス。よし、いいですよ。なんですかそれ、なんですかそれ、なんですかそれ。うわ、おお、跳ね上げられた。別にダメージはもらってないですか。ウォウウォウウォウ。てかよくマッギネス普通にゴエモンインパクト操縦できてますね。逆にすごいかもしれない。痛い、食らってしまった。てい、やられました。跳ね上げられます。あれ、使ってこなかった。
と。パンチしてこない。と。お、あれ、攻撃したときに、あれですね、跳ね返せば止められるんです。よし。熱い。く、行動制限かかるのしんどいですね。ここからが真骨頂とばかりにダメージを受けまくってます。ピー、やばいやばいやばい、追い詰められた。落ちてるわー。えい。あれですね、キセルボム食らった時もちゃんと敵の攻撃を跳ね返してダメージを与えることができればキャンセルできる。つまり後期に変わる。いや別に後期には変わんないですけど。てい、オッケー。てい、てい、てい、あとちょっと。てい、倒したのでは、倒したのでは、倒したのでは。めちゃめちゃマーブル落ちてきますけど。え、なんですか、口から何入ってるんですか。倒しましたか。ぐはー、マーキネス出てきた。もう降参でーす。やってられ、やってられません、やってられません。私何も悪くないでーす。ほん、大江戸城の次は日本全体の地下を改造して根こそぎ自分のものにしようなど、これっぽっちも考えたことないですよ。絶対嘘ですよ、絶対嘘ですよ。私はただ日本の素晴らしい文化を誰よりも純粋に愛し、そして誇りに思っていただけなのです。絶対嘘ですよ。その文化をいつまでも残しておきたかったのですよ。むしろそのことを邪魔したあなたたちの方が、てやんでー、てめえにそんな小細工してもらわなくたって。日本の文化はみんなの心にしっかり根付いているんで。おお、ゴエモンかっこいい。オーケー、わかりましたです。素直に謝るから勘弁してほしいです。おお、実はこういうこともあろうかと毎日密かに土下座の素振りをしてたのですよ。めっちゃおみっちゃんが怒った。そんなことより早くこっから出してよ。おみっちゃん普通に打ってきましたけど、すっかり忘れてたぜ。あ、やばいやばいやばい、キャーか、勝手に動き出しちゃったわ。え、動き出しちゃった。誰か止めてー。ちょっと王の方、おみつさん、運転席の真ん中にある赤いボタンを押すでーす。え、どれなの。あったわ、これね。えい、赤いボタン。え、なんかいけねえ。おみっちゃん、そのボタンは自爆ボタンですか、もしかして。キセルボム、キセルボム、キセルボムボタン。あ、やばい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 。あ、うわぶっ放されましたよ、ぶっ放されましたよ。明るい BGM。 はい、街を破壊しながら歩いている。街を破壊しながら歩いている。ということで、エンディングでございますね。はーい。まあね、なんだかんだ言って、今回からね、この SF 時代劇ものとしてのね、ゴエモンがすごい完成したな感がね、ありますね。まあ前回のね、雪姫救世巻も面白かったんですけれども、よりはちゃめちゃ感が増して、さらにね、面白いゴエモンでございました。まあね、皆さんご存知の通り、ゴエモン2と来て、まあね、もちろん3、とね、どんどん続き続編やっていきたいと思いますので、ね、これからもぜひぜひご覧いただければと思います。後ろ破壊しすぎじゃないですかね。はい、ということでね、まあ例のごとくエンディングということなのでね、はい、私はこの辺りで黙ろうとは思いますが、先ほども言いました通り続編絶対ね、またやりますので、こうご期待でございますといった感じで、今回もですね、嘆きのアリアがお送りいたしました。
壊れた。ゴエモンインパクト壊れた。おしまい。ご視聴ありがとうございました。